はい、どうもシーです。今日もねオリアカの動画撮っていきたいと思います。今日なんですけど、レベル90で解放されるコンテンツがありましてとか言いながらね、ちょっとごめん探してるんだけど、図鑑あった。これね、列伝図鑑っていう、これが解放されるのと、あとはレベル90で深部が解放されるので、まあ、そのあたりをねちょっと一緒に見ていけたらなと思ってます。まだねレベル90になってないんだけど、これでね多分なるんで、はい、なりましたと。新たなモードなしっていうか、あるんだけどねモードじゃないのかな。はい、でまあ見ていきましょうと、うん、あれどこ行っちゃった、うん、はい、図鑑の列伝ね。これ何なんだろうね。あー、なるほど、かけらか。かけらをなんか余ってる余剰のかけらを突っ込むことで、よりキャラクターを強化できるっていう感じっぽいですね。これもうあれだね、ガチャどんだけ回してるかみたいな話になってきてるねで、まあじゃあ俺がいけるのからやっていこうか。でまあこれとレベルアップできますよと、周遊が。あー、これガチャどんだけ回してるかの世界だな本当に。レベル5になったらってことは、ここのヨモウとリクソンと周遊で固定組んでるから、ここの中で上げられますよみたいな話だね。これあれだね、仮に SS5 だったの状態だったとしても、その UR5 の値を超えてたら、そこまでは余剰分としてカウントしてくれるみたいだね。今耐震時とか俺 SS5 で止まってるんだけど、まあそこは良かったかな。全部リセットしてやんなきゃいけないみたいなことはなさそうですね。だからガチャを回しめちゃめちゃ回してる人は、まあここでね、その余剰分で強化ができていくという感じだね。でもこれさ、列伝レベル25ってさ、結構よなかなか難しくないかな。ほら、だって俺もそこそこねガチャ回してるんだけど、それでも足りてないしね。はえー、でもこれの効果が結構やばいね。これレベル20になると味方全体の油断目 3% 増加って、多分これを解放するのに列伝突破石っていうのがいるのか。いやー、やばいよ。味方全体の余ダメとさ、火ダメ軽減 12% なんてついたらさ、ゲームが変わるレベルで違うっていう感じなのに。これは全部ついてるね。やだやだね、どうしよう。っていうことで、列伝の紹介はこれで終わりですね。で、深部の方を見てみようか。まあ俺もね、言って深部は1個しか無双になってないんだけど、まあ、ここでレベル90になってると無双の状態に、まあ必要なね、その突破石でいいのかな、深部突破石はまあ40ずつ作っていきますよと。はい、で240ね、無双1個に上げると必要ですということで。なるほどね。まあ勝つ的にはここの突破石が1の時に120で、2の時に180で、3で240だから、まあそれは変わらずはそんなに変わらないかな。このあと多分240、300みたいな感じで上がってくるとは思うんだけど、240、280か。まあまあまあ、そんなにねバカほど食うっていうわけではなさそうでよかったですね。でも問題は深部じゃなくて、この列伝図鑑の方ちょっとやばいかもしれないですね。重化金属とめちゃめちゃ差がつけられそう。これで今俺でも100万近くは多分数字上がってるような気はするんですけど、ちょっ
っとね差がめちゃめちゃつきそうということで、ガチャの需要がこれで少し上がるのかな。あの本国の方だとなんかレジェンドレアにする方法があるみたいなことを聞いてるんで、かけらなんやかんや使うと思うんですけど、まあしばらくはね日本ではそういうのが出てないんでね、 UR で進めてあのいいんじゃないかなと思います。というわけで今日の動画はレベル90のコンテンツ追加についてでした。ありがとうございました。